J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル、東京を彩る様々な文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます。はい、今週は木村伊兵衛写真賞、ニューヨーク国際写真センターのヤングフォトグラファー賞など受賞していらっしゃいます、国内外で活躍されている写真家澤田智子さんの大規模個展、澤田智子狐の嫁入りに注目します。はい、その写真家の澤田智子さんとお電話がつながっています。澤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。澤田さん、ちょっと簡単でいいのでプロフィールをちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか？はい、私は写真を使って作品を作って、セルフポートレートという手法を軸に、25年ぐらい、はい、作品を作り続けています。はい、私たちの手元にもちょっと資料で、はい、写真を拝見してますが、面白いですね。ありがとうございます。はい、今回は大規模個展ね、ということで澤田智子狐の嫁入り、ちょっとこうどういう展覧会なのか教えていただけますか？はい、狐の嫁入りは、いろいろな要素をシンボル的に言葉にしたのが狐の嫁入りというタイトルになっているんですが、はい、コンセプトは仮面とお面というのがコンセプトになっていて、私の作品は私が変装して被写体となって、写真に写ってるんですけれども、鑑賞者の方は大概私がお面をかぶってると思っていて、でも私にとっては仮面なんですね。で、お面と仮面の違いっていうのは、お面はかぶった面を演じることが前提で、仮面はそうではないんですね。で、その、たくさんの鑑賞者の方はでもお面だと思う方が多くて、そういう、仮面と面っていうのがコンセプトにまずなっているっていうことと、私の作品をご覧になる方とか、私と出会った方っていうに、せっかく公立の美術館での初めての展覧会なので、作品と出会った人にいいことがあるといいなっていう気持ちを込めて、天気雨の狐の嫁入りっていうタイトルにちょっと気持ちを込めたりだとか、いろいろな要素が自分の中では交わった大規模個展になっています。お面は被った面を演じるっておっしゃったんですが、はい、仮面はどういうふうにこう説明されるんですかね？仮面はですね、その仮面の、キャラクターだったり、仮面のその、仮面のキャラクターかなを演じる必要はなくて、その本人の正体を隠したりだとか、特に決まりお面のキャラクター役割を演じなければいけないという前提がないということですね。はい、今回は、作品数としては13の作品が展示されているんですよね。13シリーズですね。シリーズということですよね。これ活動25年間、はい、そのいわゆる全活動を通してということでよろしいんですかね？いえ、全活動を通しては24シリーズあるので。そうかそうか。はい、その中から13シリーズ出ていまして、写真の枚数としては1000枚以上の写真が並んでいます。さすがにすごいですね。すごい、もういろんなとこに澤田さんを見ることが、できるんですよね。デビュー作も今回大変貴重なオリジナルバージョンということで公開ということなんですけど、はい、これデビュー作っていうのは、そうすると、25年前。デビュー作はそうですね、約25年ぐらい前に自動照明写真機を使って撮った照明写真のシリーズがあるんですけど、その元々の撮影した時のプリントを出すのが20年ぶりです。なるほどね。照明写真機ね、すみません、私個人的な話をしてなんです、大好きなんですよ。あ、そうなんですね。ええ、照明写真を撮る時以外にも時々撮るんですよ。はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。みんなね、あそこへ入ってね、横向いたりした写真撮ったことないでしょ。
変な顔とか。まあそうですね。楽しい。まあちょっとね、佐田さんのこのアートの作品とはちょっと違う話になっちゃって申し訳ないですけど、そういうツールをお使いになってデビューしたわけですね。はい。これでも写真家として写真を撮るだけじゃなくて、例えばその作品で澤田さんがこうガングロって呼ばれたそのコギャルの時代の写真を撮ってますけど、はいはい、これ全部ご自身でメイクして髪の毛もやったりしてっていうことなんですよね。はい、そうですね。いつもメイクと、はい、髪の毛は自分でやっていて、その時その時の作品に取り込みたいモチーフに変装して作品を作ってます。なるほど。なんかその作業もまたすごいプロフェッショナルですよね。ありがとうございます。ね、どうでしょう。今なんかこう改めてこういう形で展覧会を行うにあたって、逆にこれからのこととかで考えられたことはありますか。そうですね、今は絵本を作ってる途中だったので、はい、まあ、絵本とあと新書を今まとめてるところなので、うん、まあ、ちょっと出版の仕事をこれからはしばらくしたいなっていうふうには思っています。絵本というのは写真なんですか。絵画、写真ですね。あ、写真で絵本を作ると、はいはい、2011年に写真で作った絵本を出版していて、それも今回展示してるんですけど、はい、まあ、その第2弾のような形のものを出せたらなと思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということで今日ご紹介しました澤田智子狐の嫁入りは5月の9日日曜日まで恵比寿にある東京都写真美術館2階展示室で開催しています。チケット料金は一般700円、学生560円、中高生65歳以上が350円となっています。詳しくは東京都写真美術館の公式サイトをご覧ください。はい、今日は写真家澤田智子さんにお話を伺いました。澤田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。